高津新地銭座は、江戸時代の日本の摂津国東成郡天皇寺村等、幕藩体成果の五両摂州天皇寺村等で営まれていた銭座である。高津銭座、天皇寺村、銭座、天皇寺村抽選所などとも言う。跡地は、黒門市場に、最寄りの黒門公園内の東端に、天皇寺村抽選所跡の名で所在する。高津で鋳造された、 関営通報元次戦。江戸時代前期の原文5年、大阪の銀座年市寄りであった商人の徳倉、長江門と平野六郎兵衛が、江戸幕府の許可を得て、高津入堀川の堀止めに近い、この地に設置し、明る原文6年から創業を始めた。敷地は三頂六端三瀬もあり、周囲は平と堀で厳重に囲われていた。多い時には、 年間20万巻の元寺船を作ったという。元寺船というのは、もっぱらこの銭座で作られる、官営通報一分船のことで、元寺官営とも言う。しかし、銭座支配人の不正などがあったため、営業がうまくいかなくなり、わずか5年後の延長2年に創業は停止された。数年放置された後、南波入りホリガーと南波ミクラの先礼に習って、道頓堀から、 南馬入り堀川を通じて運ばれてくる米を蓄えておくための天皇寺お倉が法暦2年に設けられた。またの名を高津新地三倉という。ところが当地域は多湿で米の痛みが早かった。そのため天皇寺三倉は完成3年に廃止され、代わって南馬三倉に新三倉が増築された。跡地は民間地となり町屋が立ち並ぶようになった。 石碑は2004年3月に大阪市が混流した。ありがとうございます。